スタンプはアメリカ海軍の駆逐艦、スプルーアンス級駆逐艦の16番艦。艦名はフェリックス・バド・ーエル・スタンプ提督にちなむ。スタンプは1975年8月25日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で、寄港、1977年1月29日に、浸水、1978年8月19日に、収益した。 1980年の初回配備では地中海に展開し、第14駆逐戦隊の機関を務める。スタンプは国会での作戦活動に従事し、港湾訪問及び対戦活動を行った。その顕著な活動の功績としてスタンプは第6艦隊司令官より法華無章を受章した。翌81年は演習、ウナタス・とゥエントゥーにおいて機関を務める。 この演習中に訪れたブラジルでマスコットのフェリックスを贈呈された。1982年10月、スタンプは中東派遣部隊の一部としてペルシャ湾に展開し、レーダーピケット任務に従事した。1983年3月に帰還し、空軍との合同演習、ソリッドシールド83に参加する。1984年3月、スタンプは ウェストバージニア州の機関に採用された。続いて、ニューオーリンズを訪問し、ニューオーリンズ国際河川博覧会における海軍のホストシップを務める。また同年には、艦砲射撃訓練で500点中496点を得、得ジェームズ・カイ・チェゼック記念法実賞を受賞した。大西洋艦隊総司令官の WL ・マクドナルド大将が1985年3月の演習。 キャラボップス85の際に座上する。カリブ海でスタンプは、漢方射撃訓練において500点中495点を獲得し、大西洋艦隊トップ岩章を受賞した。その後演習、ウナタスイクスビはトック85に参加、南米8カ国及びアフリカ6カ国を訪問した。1986年には、海軍最新のソナー、アン、 SQS-53C をテストするためのプラットフォームとして選ばれ、またその活動の功績を称たたえた戦闘効率賞を受賞した。1988年にはドワイト・ディ・アイゼンハワー空母戦闘グループの一部として地中海に展開した。4月にスタンプはペルシャ湾で嫌いによる損傷を受けたサミュエル・ B ・ロバーツに代わって同地に展開した。活動後8月に ノーホークに帰還する。10月には6週間のカリブ海配備につく。12月、スタンプは2度目の戦闘効率賞を受賞した。1990年8月、エーボンデイル造戦所においてオーバーホールが行われた。この際の改装工事でマーク 41VLS が搭載されたため、トマホーク巡航ミサイルによる対地攻撃能力が付与され、対戦システムがアン。 S99-89 に変更された。その後も、発展余裕のある船体を活かして、搭載機の SH-2 から SH-60 への変更による、対艦対戦能力向上、ラム艦対空ミサイル搭載での、国艦防空能力強化が行われた。スタンプは2004年10月22日に退役し、同日除籍された。しばらく、 フィラデルフィアの海軍艦艇保管施設で保管された後、2006年6月7日に姉妹艦のコンテド・グラースと共にノースカロライナ沖合で標的艦として海没処分された。ありがとうございます。